い、皆さんこんにちは。今日も動画をご覧いただいてありがとうございます。感染感覚ベカです。本日作っていくのはね、マフィンを作っていこうと思います。結構パン屋さんに並んでいる定番のお菓子だと思うんですけども、マフィンはイーストを使わずにベーキングパウダーで膨らませていくので、発酵の時間が必要なくて手軽に早い時間で作れるお菓子なので、今回はね、その作り方をレクチャーしていこうと思います。で、このマフィン、言ってしまえば具材を入れて混ぜるだけでできてしまうんですけども、そこにもね、一個一個ポイントがあるので、何がね、いい状態なのか、何が悪い状態なのか、2つ作ってみて比較できるようにね、していきたいと思います。それではこれから本編始まります。ぜひ最後までご覧ください。どうぞ。はい、それでは本日の材料はこんな感じになってます。で、マフィンとかね、特にケーキを作る場合っていうのは、すべて材料をすぐ使えるようにね、準備しといて始めることが大事になります。やっぱり必要な時にね、必要な動きができてないと失敗してしまうのがケーキなので、で、このタイミングで余熱も入れておきます。で、マフィンって言っても、ほぼバターケーキなんですね。で、そういうバターと卵とかを合わせていく生地の場合は、まずはバターや卵を常温に戻しておくことが大事になります。バターも今ラップにくるんであるんですけども、指でグッとして形がしっかり変わるぐらいの温度に戻しておきましょう。ではまずね、バターをほぐしていきます。ではハンドミキサーでね、ブスッと刺して回していきます。はい、バターがね、ほぐれてこう白っぽくなってきたら OK です。これバターのクリーミング性っていう性質なんですね。ここでしっかりとバターに空気を含ませることで生地が膨らむようになります。今回はベーキングパウダーが入っているので、それで確実には膨らむんですけども、ここでしっかりとね、均一にバターをほぐしていくことが大事になります。はい、ではこのバターの中にお砂糖入れていきます。もちろんお砂糖はね、甘みをつける目的でもあるんですけども、保水性があるので水分をね、吸着します。よりしっとり感が続きやすくて、日が経ってもね、乾燥しにくい働きもあるので、これ減らしちゃうとパサつきやすくなったりします。で、これもね、混ぜていきます。で、ちょっと混ぜるとこういう風にね、そぼろ状になってきます。この後またね、クリーム状になってくるので、そこまで混ぜていきましょう。たまにこういうね、周りの砂糖とかも取ってあげましょう。で、さらに混ぜます。で、バターと砂糖こんだけ真っ白になったら OK です。ではこのバターの中に卵を入れていきます。卵これ冷たいとね、バターが固まって分離しやすくなるんですよ。で、一気に入れてもダメです。一気に入れるとね、馴染みにくくなってしまうので、本当に大さじ1杯ぐらいずつ入れます。ちょろちょろっと、本当にね、こんなもんでいいです。入れるの、入れすぎ注意です、これで。混ぜていきます。馴染んだら次の卵です。これもね、しびれ切らしてドバッと入れるとね、分離するので、分離するパターンも後でやりますね。結構これ地道な作業なんですけれども、これは乳化っていうのをさせてます。蜜と油をくっつけることでよりね、しっとりするんですよね。ドレッシングも使う前振るじゃないですか。振らなかったら油だけドバドバっと出て油っぽくなっちゃいますよね、サラダがね。ケーキもここで乳化されてなかったら油っぽいケーキになっちゃうんですよね。はい、それではね、全部の卵が入りました。これがしっかりと乳化した状態ですね。水っぽい部分も油っぽい部分もね、なくて均一の質感になってるのがポイントです。これがね、一番のポイントって言っていいぐらいです。マフィンは、それではね、薄力粉を振るって入れていきます。これ一気に入れてもなかなか混ざらないので、最初はね、3分の1ぐらい入れたら混ぜていきます。
この薄力粉が入ることによってマフィンをね支える骨格になるんですね。粉っぽさ消えたらまた入れていきます。それでは最後にね、マフィンはしっとりしてた方がね、私は好きなので、牛乳を少し入れていきます。ザバーっとね。これで均一になるようにね、混ぜていきます。生地ね、こんな感じです。これで完成です。で、こちらね、分けて入れていきます。ではこちらね、カップの中に入れていきます。でマフィンの失敗として多いのはこのね、量が多すぎて溢れちゃうってことが多いんですけれども、目安としてはだいたい型のね半分ぐらいまで入れればいいです。でこの乗せ終わった生地も何回かねこうトントンとしてあげるとなんとなく平らになるのでね、主原料がバターなので焼くと平らになるので、ここはあんまり気にしなくても大丈夫なところでありますね。で全部平らにしていきましょう。はい、それではね、これから焼いていきます。マフィンはお砂糖を多く使ってるので焦げやすいんですね。オーブンは奥の方ほど熱が通りやすくて焦げやすいので、ちょっと手前側にね寄せとくのが焼く時のポイントですね。でこのままオーブンに入れていきます。はい、それで焼いていきます。いってらっしゃい。スタート。ではね、今マフィンを焼いてる最中なんですけども、じゃあベーカーさん、ここまで動画見てみて成功するいい状態っていうのはなんとなく分かりました。でもやってみるとうまくいかなかったってことね、どうしてもあると思います、ね、皆さんの貴重な時間いただいて、こういう風にね動画を見ていただいてるので、じゃあ次はあえて失敗したいと思います。失敗するのも意外と難しくて、どういうことをすると失敗なのかとか、どういう要素が重なれば失敗になるのかってこともしてないとできないので、油っぽいマフィンはあんまり量食べても仕方ないので、今作った量のね半分の量であえてちょっと失敗例もねやってみたいと思います。では同じ工程をやっていくんですけども、失敗しやすい点その1としては、バターがね柔らかすぎることですね。バターって混ぜていくと空気を含めるクリーミング性がありますよってお話をしたんですけども、これね柔らかすぎるとね全然空気が含めないんですよ。あ、結構ねこのデロデロなパターンのバターを使っていきます。はい、実際混ぜてみるとほぐれやすくてめちゃくちゃいいじゃんって思うんですけども、これ全然ボリューム感が出てないんですよ。柔らかすぎるバターもあんまり良くないです。でお砂糖も入れていきますね。お砂糖入って混ざったところですね。で次の卵を入れるところが一番大事です。で一番失敗しやすいのはここですね。であえて私今冷たい卵、冷えてる卵を用意しました。でこれ少しずつさっき入れたんですけども、仮に一気に入れてみましょう。で混ぜてみます。で冷たい卵を一気に入れてしまうと、その卵のね冷たさでバターが固まってうまい具合に混ざり合わないんですね。だから見るとボツボツ感ありますよね。これがうまく乳化できてない状態、油っぽい生地に仕上がっちゃいます。なので必ず卵は常温、さらに少しずつ加えていくってことが一番大事になります。でもねこのまま続けてみます。はい、今バターとね卵こんな感じです。もそもそ感わかりますか？撫でた方がわかりやすいかな。こんな感じの状態です。でこうなっちゃったらもうね直せないんですよ。だからもう手遅れ。ここまで来るとまあでも食べられなくはないので、このまま続けます。あとは薄力粉をね振るわないで入れるのも良くないですね。でもあえてやります。あとベーキングパウダーもね。やっぱり薄力粉って軟質小麦って言って特にダマになりやすいんですよ。パンに使う強力粉はね硬質小麦って言ってサラサラのパウダー状に砕けるんですけども、薄力粉はそうもいかないのでね、
ではね、牛乳入れて混ぜていきます。で、混ざったら OK です。計量していきます。はい、それではこちらもね、分け終わったので焼いていきます。いってきます。はい、できました。しっかりボリューム出てますね。はい、それでは焼き上がりました。綺麗にボリュームも出てますね。美味しそう。で、こちら粗熱が取れたらね、比較してみたいと思います。はい、それではね、両方粗熱が取れました。ちなみにこっちの4つ作った方はあえて失敗したパターンと、こちらが一番最初に作ったやつですね。で、外見上の違いはこちらの方はなんか全体的にポソポソ感があって白っぽい焼き色なんですよね。焼きムラが全体的にある感じがします。で、こちらきちんと作った方は、まあ、全体的に綺麗に焼き色がついているような感じありますね。油がきちんと水分と結びつくことで全体にね、油が広がっていって焼き色もね、均一になりやすいってことですかね。そしたらじゃあこちらね、カットして味見をしていこうと思います。それでは断面見比べてみましょう。こちらが失敗したパターンと、こちらがきちんと作ったパターンですね。こちらの方が全体的に白っぽい感じがして気泡も大きいですね。こちらきちんと作ったパターンはどちらかというとね、黄色い感じがありますね。で、しっとりしてそうな質感あります。はい、それではまずこちら失敗させた方を食べてみたいと思います。いただきます。うん、これはこれでね、軽くて美味しいんですけれども、ちょっと口当たりがもそもそするかなっていう感じありますね。別に普通に食べられます。美味しいです。では続いてきちんと作った方ですね。いただきます。うん、しっとり感が違いますね。こっちの方がすごいしっとりとしてて、上のね、このパリパリの焼けた部分を食べた時に口どけがいいんですよね。なんかシルキーな感じのきめ細かい感じのね、口当たりがしました。やっぱり結構ね、こうやる前は乳化させるかさせないかってそんな違わないだろう、違い分かんなかったらどうしようって少し不安に思ってたんですけども、やっぱりね、比べてみるとしっとり感が全然違う。何が違うってやっぱりしっとり感なんですよね。で、こういうバターを多く使ったケーキとかって焼きたてよりも2日間ほど寝かせた方がバターが馴染んで美味しくなるので、またね、日が経つともっと差は出てくるのかなって思います。はい、それでは本日の動画いかがでしたでしょうか。マフィン作ってみたいなとか食べたいな、美味しそうだなって思った方、ぜひチャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。今回のレシピやポイントなどは概要欄に載せていますので、そちらもね、よかったらチェックしてみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。失礼します。